運動音痴の私には最低のイベントだわ、体育祭って。何ブツブツ言ってるの。次はひよこの出る競技でしょ。そんな顔してないで、ほら頑張ってきなさい。ひよこったらシャレじゃなくハマってるわ。あの子にぴったりじゃないの。そうよ、私ってばいつもこうなのよ。色物競技ばっかりやらされて。いやー、楽しませてもらったわよ、ひよこ。そう思ったんだったら自分も出ればよかったじゃない。あ、私じゃダメね、ああいう格好は。あなたが一番似合うわね。思い出し笑いすることないじゃないの。そうよ、あんな格好やれって言われたってれいちゃんできないでしょ。おまけにビリだったし。笑っちゃひよちゃんがかわいそうでしょ。何よ、二人して、ひどいじゃないのよ。
ロケットよ。今度の文化祭の科学部の見せ物ってことで作ってたのよ。内緒なんだけど、この先端って花火になっててね、空で爆発するように仕掛けてあるのよ。あやちゃん、それってミサイルって言わない？同じよ、同じ。学園をめちゃくちゃにして、せっかくの体育祭が台無しじゃない。私は嬉しかったけど、それだけが楽しみだった人もいるのよ。誰のことよ。1、2、3、ちょっと一人多いじゃないの。お前たちだって一人相手に三人で戦ってただろ。だけど本当は私たち一人ずつでも大丈夫よ。私らを今までの奴らとは同じに思わない方がいいよ。私たちは暗闇乙女の四姉妹、ファンタズムメイデンなんですから。
Thank you.
壊れちゃったね。私たちのせいじゃないわよね。明日からお休みね。
私の娘たちまでも。小娘どもめ、このままで済むと思うんじゃないよ。この暗闇乙女がお前たちを葬ってやるからね。
Thank you.
さすがは私の娘たちを倒しただけのことはあるじゃないか。だがね、ここまで来た以上帰ることはできないよ。お前たちは死ぬんだからね。私たちの力を甘く見ないでちょうだい。おばさんなんかに負けないわ。バカね、怒らせてどうすんのよ。Thank you.
Yeah!
Thank you.
Ha!
この後に及んでまだ邪魔する機会、おどけ！
Hey!
引け。お前って子はいつも私の邪魔ばかりして。ごめん、悪い妹だね。妹の腕の中で死ねるなんて思ってなかった。ありがとう、ニケ。こうなる前に止めたかったのに、姉さんのバカ。人間界へ、あの子たちのところへ行きます。ひよこちゃんたちとずっと一緒にいたいんです。ニケ、元気でね。はい。ニケ、なんで起こしてくれなかったのよ。飼ってあげてんだから、たまにはご主人様のお役に立とうとは思わないの。って、とりあえずじゃ言うだけ無駄だわね。また立たされるわよ。なんですって。誰よ、ニケにこんなこと教えたの。やった、遅刻しちゃう。ずいぶんのんびりね、ひよこ。そんな調子じゃ遅刻するわよ。じゃねー。人にあんなこと言っといて結局遅刻してんの。うるさいわね。あなたたちまた遅刻したの。もうすぐ高等部になるっていうのに、こんなことじゃ上がれないわよ。あれ、No, no, no, no.